だこれ、何の地図？水車小屋の火薬兵器、マエストロの召集品、ルイザの遺品。あ、なんかいろいろ、へえ、宝物があるんですね。娘さんを助けたければまずは4つの瓶を集めることです。今回だけは特別にそれぞれの場所を地図に記しておきました。また村には貴重な品が眠っています。どれもきっとあなたのお役に立つはずです。なぜここまで？いえ、あくまで顧客サービスの一環ですのでお気になさらず、今後ともどうぞごひいきに。この商人怪しいな。ああそうだ、あなた、いい食材が見つかればぜひお持ちください唐突に来た。あ、じゃあ納品。あ、そういう、あ、え、オーディンスフィアじゃんスピードが上昇、ガード時に受けるダメージは減少。ああ、こういう系か。なるほど。今作れそうなのは、幻の魚の肉とかあるのか。獣の肉が足りないけど、これいいな。でもガード失敗するからな、よく。そう考えると体力上限の方がいいのかな。ああ、どうも。どうも。さあ、作りましょう。飯してるかな？できた。食の喜びを分かち合いましょう。永続効果。まさか極寒のこの土地でこれほどの料理にありつけようとは。ルイザっていうのが結局どういうポジションの人間なのかが見えてないんだよな。死んじゃったけど、死んだのかな本当に。まあいいや、先に行こう。霧の先にいるのが人形使いだっけ。あー、カラスいたもう怖いなこれ。大丈夫かこれ、何に襲われるんだ今度は。婦人のが吸血鬼っぽかったしな。あ、いた、オッケー。ちょっともったいないけど、動作の癖を見ておこう。手榴弾でカラスはびっくりするのか。あ、大丈夫だね、オッケー。これで、カラスは肉じゃないんだ。手榴弾1個を換金できると思えば、ちょっとはいいのかな。無縁墓地、まあいろいろ突っ込まれてるんだろうな。ここあれか、普通にここ側からだったら逃げ切れるような作りか。あ、人形の音、何の音これ。あれか、あのヤギのどこかにいるのか。うん、どこだ。違うか。ただの環境音かな。まあいいや。
この先が、まあ、いきなりまた襲われて拉致されないですよね。大丈夫かこの足。あっちにもある、こっちにもある。意外とアクセスする場所が多いのか。リリさん。何？え？誰ですか？あ、え？なんで？イーサン、ついてきて。伝えることがあるの。いや、そんなバカな。明らかに幻覚じゃないですか。スタンド使いの攻撃かな。何ここ、開かない。ローズは普通じゃない。そうなの？イーサン、なんとかしないと。何なんだこれは。イーサン自身の何かなのか、敵の何かなのか。みんないなくなる。ローズでさえそんなの耐えられない。ミアなわけない。せやな。嫌な墓だな。いいのかここ。何か来るんじゃないか。ん？あ、ベネビエント。ベネビエント誰だろう。四貴族のあれかな。名前を覚えてないけど。どうかしてる。これといって、あ、なんだあれ、あーなんだ、ただの、特に何かあるわけじゃないか。すごいここだけ異質だな。まあいいか。あ、マップになんかあるやんけ。副葬品。宝があるってことだよね。あるっぽいけど、どうアクセスするんだ。でも、副葬品っていうぐらいだから、何かあるのかな。まだまだあれか、調査できない感じかな。じゃあ行きますか。これは何？思い出を捧げよう。思い出を捧げよう。これだよな。本当にどういうこと？今のアクションで墓に何か起きてる雰囲気はないな。子供の墓か、年齢的に。人形も多いしな。穴じゃねえの？大丈夫？お、おおお、なんだ？いきなり来る？わけでもなんか書いてるけど、一緒に来ていいさ。ちょっとホラー演出がすげえな。バイオっぽくねえけど、
いいな。一緒に来てとはどういうこと？他にも何か異常あるか？ないか。長いな。どこ、あ、こっち？後ろはもう大丈夫だよね。なんだ、何が起きてんだ。おお、すげえ。すげえけど近寄りたくねえ。けど行かないと進まないしな。ベネビエントテ、あ、やっぱあれか、貴族の名前か。あれはお子さんか何かのお墓か、あの人形のってことでいいのかな。滝の音がすごいね。とりあえず外周を探る感じで。あ、あ、あ、ヤギがいるぐらいかな。あとは窓からちょこちょこ覗ける感じか。入っていきなり襲われるようなことはなさそうだけど。あ、いや、襲われんなこれ。あ、いや、大丈夫だった、優しい。どうする？とりあえずあっち側から探ろうか。あ、何かあるけど突っかかってて入れないか。じゃあ今度は右側へ。なんか城と違って普通の、あ、開かないよね、オッケー。普通の感じが逆に怖いな。人形と一緒に肖像画ってところか。時計、正面の扉は？人形があるな。人形から毒矢が飛んでくるとかないよね。ただの人形？壊せるのかな。壊れないか。なんか異様に綺麗なんだけど、どういうこと？これは何？なんだろう。え？特に何かあるわけじゃない。物音はさっきからちょこちょこ
なんか、ここが荒れてるな、少し。壁紙が剥がれてる。特になし。エレベーター。あ、反応するんだ。ここは鍵がかかってる。ここはちょっと後でしようか。2階に行こう。静かだね。ただ歩いてるだけだったらありがたいけど。この人形怖えな。あれが当初の絵なのかな。よく覚えてないんだよな。遭遇はしてるんだけど。何の部屋だこれ。特になし。エレベーターしかないか。じゃあすすめないところもあるもん。ゲストルーム。ゲストルームか。あ、じゃあ本館ってことじゃないのか。あそこの引っかかってるところの宝箱とか気になるけど。進みようがないもんな。じゃあエレベーター使うか。いきなり来てもいいように構えとくか。お、大丈夫だ。豪華ですね。のんびり過ごすには良さそうな。人形がな、怖いな。書斎かな。おお、なんだ。山岳植物のアルカロイド。映写機がある。植物。馴染み深いのはアークレイ産地のグリーンハーブだよね。鍵がかかってる。何の音だ。環境音が怖いね。何の音？なんだここは。ラジオか。正面に思いっきりあれですよね。撮ったらやばいのがあるよね。ラジオは切っとこう。あ、セーブあるじゃん。オッケー。ちょっと。どうしよう。とりあえず周りを見てから撮るか、今撮るかだよな。あそこのドアはどうだ。鍵がかかってる。何のかの紋章だけど。今は無理か。これ見逃しに置いてんな。人形
業工房。一回ちょっと奥も調べてからにしよう。ここ開く？なんだこれ。今は無理だな。じゃあ絶対来るぞ。なんかいるんだよな、真ん中にも。ほら来た。アンジー、ずっとあなたを待ってたの。あたしローズよりいい子だよ。お願い、アンジーのパパになってよ。何？待て、俺の銃は。え？おいおいおい、銃がないのか。ちょっと待って、やばい、予想以上にやばい。どうするどうする。まあそうだよね、調べるしか。何これ。え、これはミアの人形。そういうこと。悪趣味だな。包帯を巻いてるのはどういうこと。目を見る。眼球の移動。待って、ええ、なんかいい気分はしねえな、これ。指輪を外す。本人の指輪これ。乾いた血ってあたりがそれっぽいけど、わからんな。お、鍵。鍵じゃない、ゼンマイ。あ、いろいろ見つかんな。大丈夫これ解体して。でも解体した後同じ目に合わされるとかないよね。これがよくわかんねえ。口、あ、左目じゃなくて右目を見たかったけど、右目はない。口か。何かある。え？何かある。ピンセットか何かが必要か。石膏で固められた包帯。解体作業ですやん、じゃあ。じゃあ、この部屋か。なんかあるんだろうな、きっと。銃がないのがちょっとな。水、あ、洗えるじゃん。何の音。ドア。
あ、なんか書いてる。052911。何かの番号っす。あ、なんか、錠前が。気づかなかったな。まあもう他に行くとこないもんな。誘ってるな。武器がないからどうしようもないんすけどね。何の部屋だここ。道具物置か。兄さんとの思い出のオルゴール。でももう鳴ることはない。ああ、これか。どうしてここに。本当にね。え、え、なになに。入れ替え再生。これでどうだ。あ、いけたいけた。くそ、わかりづらかったな。ピンセット。いやー、ピンセットで多分口の中の何かを引っ張り上げて。おっちょいいえ。首吊り。やだね。突然来たね、脅かしが。あ、待って、目じゃなくて口ですよ、口。フィルム。お、お、お、おい、おいおいおい、なになになに。何か隠してたんですか。フィルムの切れ端。あの好きな人形のやつかな。映写機、映写機か。映写機ってどこで見たっけ。なんかいたよな今。ここは心霊系のスポットですか。ということは襲われないって高くくっていいのかな。あ、あったあった、ここか。これあったっけ。ローズの一番のお友達、あの子のお気に入り、子守歌代わり、何よりも大切なもの、祖母がくれた祝福の音色、イーサンがくれた永遠の約束の星。まあフィルムはこうでしょ。ああ、そういう。ちょっと待って、順番を見てない。友達、子守唄、何より大切なもの、友達、子守唄、大切なもの。4番が祝福の音色。祝福の音色。永遠の約束の証はまあ指輪でしょ。
子守歌代わりはこれか。で、こうか。ほい。明らかに違うのが映ってるんですが。どうだ、ここ。井戸。移動だよね。どういう仕掛けだよ。とりあえず進むか。おお、いや怖えな人形。ハサミがある。ハサミで壊せる。あ、意外とそうさっくりいくもんなのね。これ見逃しに電話が置いてんですけど、撮ってみるか。懐かしいですねこの構図は。じゃあ行くかなると思ったけどさ、誰が出るんですか。ミア、あなたを失いたくなかった、家族を壊したくなかったのよ。ミア、何を言ってる。あなたとローズを心から愛してる。だから私こうするしかなくて。なんか弱気よくわかんない状態になってきた。くぼみ。うん、何か隠してたんか。あ、戻ってきた。え、ハサミで、あ、包帯を切るのか。落下してくるね。腕か。じゃあ今度はここを。明らかに開きますな。メダリオン。ラジオか。よくわからんぞ本当。これ鳥かな。これを未だによく分かってないんだけど、何これ。うん、まあいいか。とりあえず多分あっちにはめ込むんだよな。ん？やべえ、わかんねえ。腕の切断部分のやつを当てればいいのか。これか。じゃあ、あ、でこれを、あはは、あ、そういうあ、うわうわうわ、いきなり来たね。どこに繋がってんだか。映写機のやつかこれ。そうだね。特に何もないか。ここ行くの？
じゃあ行こうか。あ、鍵だ。人形が落ちとる。じゃあ登ろうか。なになになに、大丈夫？冷え。幻聴ってことでいいのか。電源落ちてんじゃん。配電盤の鍵、配電盤、配電盤あったっけ、よく覚えてないんだけど。あ、とりあえず調べるしかないよな。人形がいなくなってる。井戸に落ちたの、やっぱあれかな。あ、鍵かかってる。こっちに行けってことか。いやー、怖いな。これは怖いな。何？お、ちょなんかいた、なんかいた。とりあえずここでいいんか。待て、なんかいたんだよ。こっち来てる？来てる。うお、なにこれ、キモ。赤ちゃんか。いや、そんなこと言ってる場合じゃない。どうする。とりあえずこの先に行けばいいのか。あ、そうだ、合ってる。オッケー。レリーフがあるけど、ちょっと待って。ヒューズが取り除かれてる。来てるか？あ、待て。どこに行くんだ？どっから？あ、準備室。そうか、準備室の方。いやー、キモかったな、イバロは。人形もいいけど。いや、久々にゾワゾワ来たね。あ、君、まあいいや、あいつ追いかけてくるかもしれないし。ヒューズを探そう、とにかく。サイレントヒル風味を感じるモンスターだったな。あれなんだろう、捕まったら即死だよね、多分。まだうろついてんのかな。あんま行きたくねえな、あっち。ここは？寝室。ヒューズあるけど、これ取ったらここが今度は暗闇になるんじゃねえか。多分また何か来るよね。潜り込む。展開が少し読めたけど。他に何もない？
本当に大丈夫それで それしかないとは思うけどさ、確かに。じゃあやるか。あ、くら。潜り込め。あ、来ない。じゃあ、行くよ。そこを潜る。あ、やべ。変な方向から入っちゃった。入り口側を見ていたい。あ、でも来ないな。あ、待って、一応ちょっともうちょい様子見よう。ビビリなんでね。大丈夫そうか。なんか来るんだよ。大体あの、さっき見たやつだと思うけど。あれ？こんな配置だったっけ？キモい。キモいし怖い。いい。怖え怖え。大丈夫かこれで。本当にこれでいいのか。行くぞ。怖え。おお、なんでしまったし。ああ、ヒューズ取ったからここか。あ、ここじゃねえ。あっちか。パニックってる。もう一回来るかな。いやー怖え。あ、やべ、来てる来てる。早く来て早く来て。おぉ、いやー、キモかったね。あれも人形なんですか？それより武器返してください。めっちゃ笑っとるやん。おお、何？こんな部屋だったっけ？行かないで、行かせないわ。まだ生きてるなんてすごいね。でも早く一緒に見つけない。お友達にぶっ殺されちゃうからね。チェッター、命がけで探して。待て。私を見つけてごらん。くそ、どこ行ったし。ちょっと待て、いきなりこんなことさせるんかい。どこだ、上か。
これ一回死ぬかもな。いた。ローズさえ生まれなきゃこんなことにはならなかったのに。負け者で。ひどじゃねえ。わあ、またか。今度はどこだ。どこだろう。とりあえず探すしかないか。やべやべやべ、これは焦る。この先かな。いやー、一周しちゃってるな。いたいたいた。ローズにもこんなことすんのか。今度はどこだ。いやー、これ難しいぞ。あ、いたいた、普通にいた。人形じゃないんですが。終わったのか。終わったと思うよ。なんなんこの。いや、俺が必ず。なんだ。あ。リュウジ、とにかくここから出よう。何これ。あ、部品が。こいつの仕業だったのか。所持品取り戻したのね。オッケー。いやー、ホラー界だね。あれを取りたいんだけど、どう取んだ。いやー、ここだけでもすげえ疲れたな。とりあえず取ろうか。両足これで2つ。なんか調べきれてないのもある気がするけど、一度戻るか。足りないってことでいいのか。動画にしないでちょっと探索するか。グダグダになるだろうか。あれ、待て、こんなとこあったっけ。あれ、見落とした。まあいいや、ちょっとここにあの墓の謎解く何かがあるかもしれん。やっべ。うかつだった。2匹？待て、何匹いる。くそ。やべ、いっぱい来てる。こいつらあれか、ライカンじゃないな。この量だったら爆弾の方がいいな。
大官だと思ってめっちゃショットが打っちゃった。ほうほうほう、城以外でも出るんだな、覚えとこう。あーびっくりした。ちょっとショットがもったいなかったかな。地雷置いてあるしくそ。キーピック、お、なんだこれ。お、ショットガン、いいっすね。特徴は何かな。フルオート、火力拡散型のコンバットショットガン。あは、3弾ってことか。ここで籠城できたんだ。あ、違う、籠城させられるのか。あー、まだいるのか。ちょうどいいや、一発だけちょっと、あ、違う、それはもったいねえからな。マガジン内の弾丸だけちょっと使おう。オッケーオッケー。で、反応ガンに切り替えて。オッケー。使い勝手がどんなもんかよくわかんねえな。拡散型か。調べるもん調べれたか今。一応そうだな、見るとこは見た感じかな。手がかりなかったな。ショットガンをちょっともったいない感じかな。落ち着いてたらあれだったけど。ここ空いてたっけ。空いてないよな。お、できればショットガンの弾をください。人形だった。まあいいや、お金にはなるね。トイレか。ショットガンの弾があると嬉しい。なんもないか。あ、いや、あるある。なんだこれ。貴重の写真。こっから探せってこと？鮮やかな青色の鳥が写ってる。どこで撮られたものか。特徴的な建物があるけど、どこだろうな。ちょっと明かりっぽいのがあったら気にするようにしようか。何これは。球体を。またその仕掛けか。うん。あ、セーブポイントじゃん。職人の鍵。オッケー、くぐりましょう。